一番難しかったのはやっぱり野生 の, あの戦闘の曲が難しくて、あのなんて言うんでしょう、すごく可愛いポケモンもいればでかい巨大な本当にモンスターって言われるような、ポケモンがいる、その両方とも同じ曲で見せていくっていうことがやっぱりすごい難しくて、あの初めの頃ちょっと可愛いポケモンには可愛い感じの曲とかっていうのを考えてたんですけど、やっぱそうすると大きくなっていくと合わない、進化していったポケモンに対してはなんかマッチングしない感じがあったので、それをまあこう全体を通して聴いてもあの、まあ、バランスよく聴けるというか、そういう曲に仕上げていくのに結構時間がかかりました。